どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は無課金の方、理課金の方向けの動画となっております。対戦動画ではございません。デッキレシピをご紹介させていただく動画になってますので、そちらご了承いただければなというふうに思っております。無課金と理課金の方を作っていきたい、そんなふうに考えております。もう救世していきます、私は今日はね。どういう風な動画かっていうと、今結構コメント欄でよくいただくのが、あの未確認の方とか、まあこれから始めるとか始めたての方からどういうデッキが、まあ、作りやすいのですかと、今ねデュエルリンクスを遊ぶために、まあ、そういうご意見をいただくのでよくね、ここで、今現在5月の20日なんですけども、この時点で私が思うなんかその作りやすくて強いデッキを3つほどちょっとご紹介させていただこうかなと思ってまして、まず1つ目なんですけども、超獣武者、一番おすすめですね。一番のおすすめデッキになります。これ何がメリットか、何が強いかっていうと、安い、とにかくね安いんですよ。安く組める。これ今このレシピはメインボックス1周のみで、あとトレーダーがちょっと入ってるんですけど、メインボックス一周していただくだけで組めるように、なってます。まあ、超獣武者っていうこのカードたちは、フューチャーホライゾンっていう、ボックスに、これあのメインボックスなんですけど、これ入ってるんで、これを向いていただくと一周で組めるようになってますね。で、一周するとちょっとだけその初動札が足りないんで、後で理想形っていうかはお見せしますけど、このデッキだけでだいぶね戦えるように、なってると思います。でね、メリットはね、まあ、特に安いっていうのはさっき言ったと思うんだけど、安いのと、あとね回し方が簡単、すごくでワンキル能力も高いんですよ。グレートウォールとか装備したりとか、ダブルホーン装備して、これ超獣武者ってどういうデッキかっていうと、あのシンクロモンスターを立てて、で、こいつらって守備力で殴れるんですよ。守備表示のまま守備力で殴れるっていうカードなんで、結構攻撃反応系の罠、分断の壁とかっていう、まあ、ちょっと強めの罠があるんですよ。そういう罠とかを あんまり関係なく気にせずに殴っていけるっていうのと、結構そのグローブっていうモンスターが割と防御力として強くて、あとポチのこのカードを除外すると直接攻撃してきたモンスターの打点をゼロにできるよっていう、永続的にそのゼロのモンスターをその装備したグレートボールとかを装備したモンスターでバカバカぶん殴っていくとワンキルできたりするんで、結構ね安い、早い、強いっていう、まあ、3拍子揃ってるデッキなんですね。で、まあ、だから、なんだろうな、毎日が忙しいお父さんとかに割とおすすめのデッキとなってます。で、相手のターンに妨害する札があんまりないんですよ、超獣武者って。これ、もともとキャラクターデッキで、結構男権現坂さんっていう、遊戯王アーク5の、なんかその、鉢巻きして、下駄履いてる、多分なんか、ふんどし履いてんじゃね？あれ、下に。っていうなんか男の中の男が使ってるデッキなんで、やっぱ男はね相手妨害したりしないんですよ。だからね、相手のデッキがあんまり分かんなくても妨害札がそもそもないので、あんまりね理解度がなくても使えるっていうか、相手のデッキがとりあえず自分はもうやること決まってるから、そのやることを決まってることを、まあ、手順に沿ってやって、殴っていくだけっていう感じなんで、結構ね回しやすいんじゃないかなと思うんですよ。なんで、これがまあ一番のメリットかなと。で、一応今回これが無課金用の構築になってるんだけども、もしメインボックスをちゃんと3周くらいしていただくと、まあ理想形っていうかね、超獣武者理想形がこんな感じです。第8とか岩投手とか仲裁っていうのが、今回効果は説明しないんで、また効果はね、超獣武者のデッキの動画を見ていただければなと思うんですけども、この、こいつらが初動札なんですよ。初動札なんで、まあ、いっぱい積んどくと安定するんで、すごく動き方が。なんで、まあ、この辺のカードを、まあ、がっつり積んで、まあ、初動安定させていただきたいなっていう、そんな感じの、デッキになってますね。これが理想ケースね、ちょっと大変ですけど、UR3 枚なんで。はい。というわけで、超獣武者がもう圧倒的におすすめ。で、2番目はね、2番目は、一応無課金でもいけなくはないんだけど、知らないデッキはね、ちょっとですね、このモノノベが結局3枚くらい欲しいんですよ。
でこれがどこで入手できるかっていうと、ソウルオブレザレクションっていうこのボックスなんですけど、ソウルオブレザレクションの中でこれ SR なんで、1枚一周しても1枚しか手に入んないんですよ。一応ミニボックスなんで結構入手しやすいはしやすいんですけども、これ3枚を揃えるってなるとちょっと大変なんで、おすすめのは超人武者より落ちるかなっていう感じ。ただ強いは強いです。で知らないんですけど、何が強いかっていうと、知らないってね、後ろバック魔法トラップカードが強い方が強いんですよ。だから皆さんが持ってる魔法トラップカードとかと相談して組むかどうかを決めてほしい。今なんかめちゃくちゃ弱い魔法トラップカードばっかりなんですよね。無課金用で組めるようにしたんで、サンダーブレイクとかレインボーライフとか、ホーリーライフバリアとかテンパランスとか、こういうなんかその簡単にチケットとか手に入るような、カードばっかり、入れたんですけども、これ、ね、本当はねもうちょっと強い魔法トラップを採用していただきたいんですよね。これ今一応初動札が、まあ、一応影物もしくは、モノノベと宮塚さっていうモンスターとチューナーっていう、まあ、組み合わせになっていて、一応動けることは多いかなとは思うんだけど、ただやっぱりねどうしてもねその魔法トラップが弱いと思うんだよこれだと。だから、ね、もうちょっと強めの魔法トラップを持ってる人はどんどん入れてほしいっていうのがありまして、で、まあ、一応ね魔法トラップカードの候補、まあ、これでもまあ戦えなくは多分ないかなとは思うけど、もうちょっと強くするんだったらっていう意味ね、もうちょっと強くするんだったらっていう意味で、ね、一応理想形を先に、見せておくと、最近作ったこれか、シラニーのこのレベル上昇シラニーの一応完成っちゃ完成形かな、僕的には。まあいろいろ札は入れ替えることはあるけど、このモノノベとか影物で展開してチューナーをで、あと初動の安定感を出してもゴズキとかね、デスサムライとかでもいいと思うけど、でまあドキュー隊をガン積みして、で清掃もガン積み、これは環境みたいですね。でデモンズチェーンとかクリボールもこれ環境メタカードなんで、この辺をまあ入れていくっていう。だからねこれ知らない何が強いかって、結局シンクロモンスターの後ろにこういうトラップが伏せれるから強いんですよ。だからじゃあどういう、まあ、魔法トラップだったらいいのよというのが、持ってれば入れてほしいのはやっぱり一番はドキューブ隊ですね。ちょっとねこれねフォートレスオブギアっていうこの意味やから、全然知らないに関係ないボックスに入ってるんで、ちょっとこれが大変なんですよ。だから、まあ、持ってれば入れてほしいけど、持ってなったら最悪しょうがないから、他にも候補がいくつかあって、例えばデモンズチェーンは、まあ、持ってない人多いかもしれないけど、デモンズチェーン持ってれば入れてほしいし、あとはまあ底なし落とし穴とかですね。底なし落とし穴はまあ無限に強いんで、まあ、全然入れておいて損はないカードですし、あとは、モンスターの効果を止めれるカード、例えば天罰とか、摂理とか、こういったカードは、手札を切れながら相手のモンスターの効果を無効にできたりするんで、これ強いと思います。なんで、掛け物墓地を食いながらとか妖刀墓地を食いながらとかできるんで、この辺は入っ入れる枠がある人は入れてほしいし、あとミラーとかにも強くなるように、分断の壁とか結構強いので、まあ、これもまあワンチャン入れてほしいかな、あったら。まあ、これは優先順位的にはやっぱドキュー部隊とか清掃とかが高いんですけど、それが入ってない、それが入れられない人はって意味ね、分断の壁とか、あと煉獄の落とし穴とか、インガー切断、銀幕カナディア次元遊兵サンダーブレイクあたり、この辺は持ってる人はまあうまいこと、まあ、枠埋める感じで入れていただければいいかなと。でね、あった方がいいなっていうのは、上位帯に行けば行くけど結構強くなるカードなんだけども、禁じられた清掃っていうこのカード、これはまあ打点をダウンさせるっていう効果ももちろん強いんだけども、これね結局妨害ができるんですよ相手の、例えばまあエレメントセーバー召喚獣だったら融合ができなくなるっていうのもあるし、あとね相手の魔法トラップカードの効果から守るっていうことができるんで、例えば多分上位帯に行くとサイバー流とかブラックマジシャンとかが多分多くなってくると思うんですよ、人気のまあデッキなんでランク戦とかだと。だからそういうカード、例えば魔導陣とかっていうカードとか、あとオーバーフローっていうサイバーティックオーバーフローっていうカードとかからこう自分のモンスターを守ることができるんで、なんで清掃とかはあったら入れてほしいかなっていう感じですね。でワンキル封じサイバーとかには特に来れないと勝てないんで、クリボール
とそれから、環境メタとして、アーティファクトロンギヌス、これはねミラーとかにまあ強いですね。あの知らぬいが相手とかの時に妖刀の効果に遅延してロンギヌス打つと、もうそこで妖刀の効果止まるんで、これ除外できなくなるんですよ相手が。だからこういうカードはあったら入れてほしい。とあと書道札として、今まではあの物の上と陰物でまあ書道札確保してたんだけども、あればいいなっていうのは、そのさっき言ったようなゴズキとか、あとデスサムライね。これまあ両方のデメリットが、メリットデメリットがあって、ゴズキは毎ターン毎ターンアンデッド族を墓地に送れる可能性があるよっていう代わりに、そこら人がカナディアされちゃうと効果は使えないよっていうこと。それから、デスサムライは、毎ターン毎ターン送れないけど、これあのカナディアとか相談されても召喚成功時の効果なんで絶対通るよっていうことなんでね、これで妖刀を送ったりとかできるんで、これはこれで強いと。だからこの辺のカードはあったら入れてほしい。デスサムライとかってこれジェネレーションネクストなんですよね、セレクションボックスだし、だちょっと入手しにくいかなっていうのがあったりとか、ゴズキも確か UR だしクリモゾンキングダムとセレクションなんでちょっと入手しにくいんで、守ってたら入れてほしいかなっていう感じですね。まあ理想形見るとちょっと組みにくいかなっていうイメージが結構僕の中では知らないはあるんで、だから超重武者よりはおすすめ度は落ちるかなっていう感じですね。まあ、一応無課金構築にしたらどうなるかっていう風に考えて組んだのがこれなんですけど、まあぶっちゃけもうちょっと魔法罠は強い方が絶対強いと思った、うん、そんな感じのイメージですね。はい。で、3つ目のデッキはね、月光ムーンライトですね。ムーンライト、ムーンライトはちょっと根性っていうスキルが修正されちゃったので、あのちょっと難しくはなりましたけど、まだまだ強いし、これはね先に言っとくとね、無課金だとちょっときついです。あの微課金が必要ですね。まあ、これが完成形のデッキなんですけども、あのネオスフュージョンのこのストラクチャー、これネオスフュージョンのこのストラクチャー、これが有料でしかあの手に入んないカードなんで、まあ、これは向いていただく必要がありますね。あとこっちのリマドの守護者、これもマスターオブカオスっていう、ストラクチャーなんで、これも向いていただく必要があって、ちょっとお金かかるんですよこれとこれを手に入れるために。まあ、ただ今後も多分結構活躍してくれると思うし、今のストラクチャー、あのヒーローストラクとかとも使えるんで、まあ、これはまあ、 あの買っていただくのはなんかおすすめですね個人的には。で、ムーンライト自体は、1種類のボックスでジャッジメントホースっていうこのボックスで手に入るんですけども、このねムーンライトイエローマーテンっていうモンスターが、3枚欲しいかなって感じなんで、メインボックス1周ちょっとしていただく必要があるかなっていう感じですね。まあ、これ以外はレアリティ相当低いので N ばっかりなんですよ、 N ばっかりなんで、まあ、結構おすすめですね、あのムーンライトは。まあ、割と安くは組めるとは思います。ジェムでメインボックス向いて頑張って向いてもらって、あとはセレクション、間違えた、ストラクチャーをちょっと買ってもらうっていう、まあ、そんなイメージで組めるかなと。でこのデッキはちゃんと強いです。このデッキはちゃんと強い、結構完成されきってると思う。まあ、根性がちょっと修正されちゃうんですけども、まあまあ1ターン1回ぐらいしか特殊化しないっていうのもあるので全然あの強いと思います。なのでおすすめとは、知らないよりかは今だったらちょっと高いかもしれないね、月光の方が、あの組みやすさっていう意味では強いし、うん。ということで、3つなんとなく話バーって喋っちゃったんですけども、ね、そんな感じです。今もし組むとしたらね、ユエレンクスを始めてどのデッキを組もうかなってなったら、多分この3種類のうちどれかを組んでいただくのが一番なんか安く済むんじゃないかなと思うんで、おすすめですね。あとはね、前の動画で出したあの500円レッドワイズっていう動画があるんですよ。500円で組めるレッドワイズデッキっていうのがあるんで、そっちもまあそこそこ強いんで、それも参考にしていただいてもいいかもしれない。はい。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしねデュエルリンクスを始めるきっかけになっていただければ幸いでございます。また、次の動画でお会いしましょう。何か相談とかがございましたら、ディスコードっていう僕はサーバーを開いてるんで、そこで相談していただければ、ものすごい量のデュエリストをたくさん参加してて、ものすごいたくさんの意見もらえると思うので、よかったらそっちも参考にしていただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。